モビリティリゾートモテギ日産マーチカップ決勝レースです。まだまだあもうそろそろスタイルって思いますね。そろそろスタートです。5秒前のボードが表示されるはずです。もうそろそろスタートです。ボードが出されるかな。はい、5秒前。まあこんな感じで車の中で、まあ前の動画も見てもらってればわかるんですが、まあ喋ってます。はい、スタートしました。まあまあの蹴り出しで、まあ横の車とりあえずまあ並んで入っていくんですが、まあちょっとまだリアが止まってないんで、ちょっと抑え気味で入ったらもうアウト側から緑の62号車がお外刈りで来られちゃいました。で青と並走でまあ後ろにも車がいるんですが、さあどうでしょうか。3コーナー8号車がもう真ん中割って入って私の前で、で左側にはまだ青い車がいるんですかね。いや後ろでしたね。後ろ、これバックモニターね一応つけてるんで、まあ後ろの映像も見ながらっていうことになりますよね。でこれでまあスタート直後の、まあ、ごちゃごちゃした、2ワイド3ワイドから、まあ、1列になったんで、まあ、ここから前を追っていこうっていう感じですね。で後ろも接近してるんで、まあ、後ろも警戒しつつの前を追うっていう形ですね。1、2、3、4、5番手ですね今ね見てると。まだ一周は私のねこの車オーバーステアセッティングなんで、リアが温まんないとおっとっとっとなんつってね、リアが流れて後ろの車にやられちゃうんで、まあ、飛び込みは抑えつつの立ち上がり重視っていう感じで、でもあんまり、立ち上がり重視で突っ込みを、突っ込みをね緩くしてると後ろからやられちゃうんで、まあ、そこはやられないように、まあ、うまい具合後ろもサイドバイサイドになってくれたんで、ちょっと後ろ間空いたんでこれで前を追えるっていう体勢ですね。でビクトリー立ち上がって、まあ、ちょっとリア流れたりとかしてますが、まあ、とりあえず5位で1周目終了、2周インっていう感じですね。ちょっと後ろ間空いてたのがちょっと後ろ近づいてきたんで、警戒しつつ前を追うっていう、まあ、そういう展開です。まあ、でもミラで見てて後ろとこのぐらいの間合いだったらイン別に締めなくても、まあ、入られる距離ではないんで、まあ、自分のラインでこんな感じで走っていきます。でもだいぶタイヤ温まってきたと思うんで、本格的にこれで前を追うぞっていう、まあ、体勢に入ります。
週目と比べるとちょっと前詰まってきたかなっていう感じが、まあ、ありますね。で後ろも、まあ、ちょっと距離あるんで自分のライン自分のブレーキングで前をどんどん越えるっていう感じになってますね。でこの時の、予選の台数、まあ、参加台数ですね、それが47台ですね。この時のマーチの参加台数がで2台が予選落ちで45台までが、まあ、予選を通ることができるっていう。だ45台フルグリッドで、まあ、レースっていう感じですね。でこの日産マーチカップは結構ねこの頃人気があったんでね、参加台数が結構多くて結構フルグリッドっていうのが、うん、多くて予選落ちもあったりとか、まあそこそこ結構ね激戦なカテゴリーだったんですよね。で45台予選通過で、4番手スタートなんですね。で、2台に、2台いや2台じゃないですね1台に行かれて、まあ、今5番手っていうところですね。さあ前に追いつくんでしょうか。なかなか追いつかないですね。でも後ろも徐々に離れて前も微妙にですけどね追いついてきてるんでこの S 字でまたちょっと追いついたんですかね。お前であの2台がやり合ってくれればコーナリングスピードが落ちるんで追いつくチャンスが自分に生まれるっていう感じになったんですよね。これでまたちょっと前に追いつきました。このダウンヒルではこの距離だと抜くには至らずっていう感じですね。で一生懸命ダウンヒルでブレーキングで追いついてこれでこの前の集団にようやく追いついたっていう感じですね。さあ次の1コーナー2台目です。で3周終わって4周インで次の1コーナーこれで抜けるんでしょうか。前の順号車の横に出てこれはいいですね。抜けましたね。すいませんってちょっと強引だったけどすいませんって。でも一応ねブレーキで相手に当てないで自分のインインインで一応守って走ったんでマナー的にはそんなひどいことはしてないと思いますね。これで前の8号車にも追いついてきたんで次は8号車が抜くことができるか。4コーナー立ち上がってでもスリップ入ってるけど追いつかないですね。ちょっと立ち上がりが微妙だったんですよね。さあこの5コーナー相手クリップつけてない自分はクリップをつけて立ち上がる。さあ次の S 字まででどうでしょう。いや追いつかない。これはダメですね。まだ抜けないですね。完全に前をつついてます。 S 字の方は自分の方がセッティング決まってるような感じですね。で
後ろも見るとだいぶ離れてるんで、こうなると、前をこう攻めるのに、まあ、攻めやすいんですよね。だからね、後ろ側すごい接近してると前も抜きたいけど後ろも守んなきゃいけないってなるんですが、さあヘアピン立ち上がってどうでしょうか。いやこれは微妙に離されてきますね。あでもスリップ入ってるからこっからは同じだいたいスピードですね。でちょっと微妙に追いついてきたけどイン入ると魚雷になっちゃうといけないんで、ここもちょっと我慢ですね。チャンスがあれば、まあ、どっかで抜きたいのとは思ってるんですが、まあ、なかなか抜けないですね。さあ次の1コーナーどうでしょう。でもまあ追いついてないですよね。距離が縮まんないんでここでブレーキでついていくだけかと思ったら、お相手がアウトに膨らんだんで自分がこれでイン飛び込めればよし、これで鼻が相手の右の後ろのところを鼻突っ込めてるんで、これこういう風に今ねサイドスリップ使うとこういう感じで前出れるんですね。で8号車の人は多分ねサイドバイサイドで来ようと思えば来れたんでしょうけど、でも引いてくれました。ありがとうありがとうっていう感じで、これで、3位ですか。そうですね、さっきの15号車を抜いて4位で8号車を抜いてこれで3位っていうことですよね。で残り今、5周目なんで、残り6、7、8、9、10で、まあ、5周と、まあ、半分ぐらい 5.5 周ぐらい残ってるんで、これで一生懸命前を追って前に追いつければいいんですが、これで前がどんどんバトルをやってくれると非常に有利になるんですけど、どうでしょうか。前の62号車と私の車がね結構富士走ってて、だいたいストレートが同じぐらいのスピード でその前の1位の車が結構ね富士なんかだとストレートが伸びてる車なんで、多分ね62号車続いてるけど多分抜けないだろうなっていう感じですよね、見てるとね。まあ、うまくブロックをしつつなんでしょうけど、トップはねうまくブロックをして後ろ来させないようにしてるんですが、まあ富士よりかはね、あの茂木はあのストレートの長さが、まあ、結構中くらいのストレートの長さがねそこそこあるんですが、スリップ完全に使って抜くっていう感じのね富士みたいなことができないので、エンジンとかね結構差があっても結構ね足のセットを決まって一生懸命走るとそれなりにそこそこ走れちゃうんですよね。というのはまあ、こんな言って一生懸命前を追うなんて言ってたんですが、後ろが追いついてきてる感じですね。ちょっとまずいなって感じですね。ちょっとこれそうです、アンダーが出てますね。ちょっとタイヤが厳しくなってきてるんですかね。なかなかこれは
一生懸命走ってるんですけど、どんだけね前が縮まんないで後ろがこう追いついてきちゃうと、もう今日はとりあえず表彰台圏内をね今は走ってるから、なんとか表彰台だけには乗りたいなっていう、まあ、考えに。後ろから追い上げられても自分のリズムを崩さないで走るっていうのがね結構大事なんですよね。焦ってブレーキ奥まで行っちゃってアンダー出してとかっていうとそこでタイムロスになっちゃうんで、追いつかれてきててもバトルになる前までは自分のこのベストラップが出せるっていうね、そういう走りをしないとダメなんですよね。で7周目、で7、8、9、10、フルでだいたい4周残ってて、だいぶ後ろ接近してきちゃいましたね。これはちょっともう前を追うっていうより、後ろ防戦しないとダメかなっていう感じですよね。完全に後ろの方がこれ早いですよね、ペースが。でちょっと微妙に後ろ離れてくれたんで、ミラーを見つつ、これは今もなくても大丈夫ですよね。これで後ろ見ると青い車と、後ろの8号車緑の車が若干ね微妙にね5コーナーで並走してくれたんで、こんだけ離れたんで、まあ、ミラーで見ながら、ああちょっと離れてくれたっていうね、ちょっと安心感があるんですよね、こうやってバトルをしてて。そうするとまた前をこれでちょっと追いながら自分の走りを、立ち上がり重視のこのブレーキで突っ込まないで、立ち上がり重視の走りにまたこれで切り替えて、タイヤを傷めないような走りで、ベストラップを出すようなね、そういう走りに切り替えられるんですよね、後ろとこんだけ距離があると。で後ろが近いとブレーキで並ばれたりズバッとイン来られちゃうんで、そうすると飛び込みもブレーキング、いつものブレーキングの時より奥めでブレーキをギュッとかけてコーナーに入っていくっていうにして守るんですが、私の場合はそうすると今度立ち上がりでアクセル踏むのがね遅れちゃうんですよね。そうすると次のコーナーまでの、アクセル踏んでる時間っていうのが、まあ、当然短くなるんで、そうするとブレーキで頑張るんだけど、アクセル踏んでる時間がその立ち上がりでどうしてもアンダーが出て飛び出るんで、そこでアクセル踏むタイミングが遅れるんで、ストレートエンドというかね次の、コーナーのところの飛び込みまでのブレーキングポイントまでのねアクセルを踏んでる時間というのが短くなるんで、そうすると飛び込みでタイヤを使う、コーナーでもタイヤを使っちゃう、タイヤをね使っちゃってねどんどん悪循環になってくるんで、バトルになった時とこういう風にね単独になった時とで、ブレーキングのね飛び込みのブレーキの位置をね変えてるんですよね、私はね。この車のそのコーナーだけを見るともっとブレーキングを奥まで飛び込めるんですが、でね手前でブレーキを踏んでアクセルをもう早く踏むっていう風にやると、その早く踏んだところから次のコーナーまでのブレーキングまでっていうのがずっと長くアクセルを踏んでられるんで、タイヤを使わないでタイムが出せるっていう、まあそんな感じになるんですよね。今そういう走りに後ろあんだけ空いてて切り替えてるんで、で後ろもタイヤが
若干垂れてきたんですかね。あんだけ近寄ってこられたんですけど、自分のも垂れてるんだけど後ろも垂れてきたのか、立ち上がり重視の走りを変わらないでね、ずっと追いつかれた時と変わらないリズムで走ってて追いつかれないんで、相手もタイヤがちょっと落ちてきたのかなっていう感じはありますよね。でこれで次9、10で残り2周で前あんだけの距離なんで、まあ、追いつくかどうかなっていうところなんですが、まあ結構ちょっと厳しいかなっていう感じですよね。ああ前入れ替わってますね、よく見たら。あんだけやっぱりしつこくつついてたんで、まあ、どっかで抜けたんですね前の62号車が。今62号車がトップ で2番手が茶色い、車で、で私が、今3番手9周目残り2周で後ろいないんで、タイヤは使ってても一応予選で走ってる感じの気持ちで一生懸命これ走って前なんとか追いつこうっていう、そういう気持ちで走ってますね。これねコーナー曲がってる時に一定にハンドルを切ってないでハンドル見ててもらうと、特に 130R のとことかこう曲げた後に切ったり戻したり切ったり戻したりってね、微妙にこれやってるんですよね。 このコーナーですよね、この 130R これ切って戻して、ほら今フラフラわざあれねわざとやってるんですよね。あれ切って戻してっていうのに、あのデフの聞き方っていうのが、機械式のだとあのプレートが、まあ、プレッシャープレートが押されてでデフが効いてるんですが、内輪差をなくすのにそのプレートで押されながら、その内側のタイヤと外側のタイヤの差をなくそうと思って一瞬滑るんですね。でその滑る、ね、抵抗をなくすのに微妙に、ね、ハンドル切って戻してっていうと、そのガタンっていう、ね、そのプレッシャープレートが滑った時に想像しながらね、こう切って戻して切って戻してってやってると、5コーナーから S 字のね飛び込みまでで、4がねなんか早く入るような気がするんですよね。なんか抵抗がなくなるというか、だからね結構そんな風にして走ってます。だから富士の 100R なんかも多分そんな風にして走ってると思うんですね。そういうことができるコーナーって極力私そうして走ってると思うんですよね。なんか飛び出てますね、焦って飛び出ちゃったんですかね。もしかしたら2位の車が1を追うために一生懸命走って飛び出しちゃったんですかね。でもそんなに差ついてないんですごい飛び出しではなさそうですね。でこれでファイナルラップ、もうこんだけ距離あるともう無理ですね。で後ろはもうあんだけ離れてるんで、まあ、車にトラブルがなければ、まあ、とりあえずこの順位でなんとか行けそうかなっていう、まあ、距離ですね。3コーナシビックとかあとビッツとか、まあレース車両そんなの行けないとかそういうの乗ったことあるんですが、だいたい今の5コーナーって2なんですが、このマーチはね
3なんですよね。2にしちゃうと老け切っちゃって、ダメなんでね。結構モテギアね、もうね、1位はもう確定だねなんて社内で独り言言ってますね。モテギで2位使うのはね、順調に行けば3位とか言ってるんですかね。でここも3なんですよね。だからモテギはね、さっき言ったねヘアピンだけ2で、他はね全部ね3と4行ったり来たりなんですよね。マーチもねギアがここも3だしね。これシビック、ビッツなんかは2とかなんですよね。はい、これでチェッカーで3位ということになりました。マイナス手振ってね。一応レース終わった後、どのポストにもこういうふうに手を振ります。A ライの講習受けたときにレース終わった後はポストに向かってちゃんと手を振ってくださいねなんつってね、言われたんですよね。もう A ライ取ったのももうものすごい昔の話なんですが、そういうふうに言われたんで、レース後はポストの人たちも手を振ってくれてるんで、ね、ここに監視しっかりしてくれてるんで、はい、ありがとうって。脇の人にもこれ右手で手振ってますね。ポストじゃなくて今ね掃除してくれてる人なんですが、その人たちにもきちっと手を振るっていうのを、心掛けてます。ここにもアウト側、そこにポストがあって、で次のこの右側のここにもあります、 V 字、左側これね砂利飛び出た時とかね引っ張ってくれる車があそこに控えてるんで、その人たちも手振ってくれてるんで、きちんと手を振ります。でここのヘアピン、ここもいて、でこの先の、ここもいて、でこれ、西コースのコースなんですが、ここにもねこれ旗振ってくれてるんで、ここにもいるんですね実はね。ゴール西コースのスタートラインのところに、だそこにも手を振って、でこの直線のいる人にも手を振って感じ でダウンヒルのここにも人がいます。どうも、もうねコース飛び出た時に引っ張ってくれる車がいるんで、そこの人たちにも手を振って、で3位まではねこっち行けるんですね。で4位からはパークフェルメの方 のピットの方のこっちおいでなんて言われて、1、2、3位だけこっちの表彰台のこっちまで行けるっていうね、そういう風にまあなってます。向こうから1、2、3位ですね。で黄緑の車、茶色の車で私っていう、ああ疲れたっていう感じですね。おめでとうなって言ってくれてますね。じゃあこれで
もう終わりですね。じゃあこれで終わります。じゃあね。あ、そうですね、チャンネルね、登録とね、いいね、すいません、よろしくお願いします。